GM チャンネルスタッフ GM オーシャンヒーリングシップへようこそ。私館長の大山と健太郎です。まあ、現代人の皆さんは非常にお疲れということ で、ね、ストレス社会ということもございまして、はい。まあ、こちらの船では皆様に癒しを提供したいなと思っております。はいはい、今回我々は戦いません、はい、ガチャも引きません、はい、目で、はい、皆様刮目してご覧ください、はい、やっぱ最初はね。さあ皆さんどうですか。今震えましたね、はい。皆さん見るのは上か下かっていうところですよね。ちょっとまずやっぱり上からいきましょうかね。はい、降りていきましょう。これちょっと正面切ってもらって指かせあなたダメですよ。そうね、じゃあそうね、うん、でこれぐらいやっといて、うん、この角度でスタンバイして、うん、まあ、ここですよね。そうね、はい、はい、皆さんどうですか。やっぱりねこちらの方もねございますでしょうか。やっぱりレイミさんっていうとね。そうですね、やっぱりこういう全体の動きで見ると素晴らしい、はい、このね顔上隠すっていうのはちょっとね、そうね、とてもね高度な技術ですのでね、はい。じゃあ早速次行きましょうか。あ、もう終わりか。はい、やっぱ常夏と来たのでね、こちらの方もウエストはしっかり細いんですけど、そうですね、太ももがちょっとだけぽっちゃりしてらっしゃる、うん、そうですね、はい、愛されたい系ですね、はい、とても可愛らしい水着ですね、はい、はい、いやどうですか、癒されてますか。癒されますね、はい、リボンが赤い、そうですね、キュッと引っ張りたいですね、ちょっとちらっと見えるぐらいでね、じゃあ次行きましょう。早いな。はい、次はこちらの花嫁ですね。やっぱりね、私はね、うん、お尻のあたりが。なるほど。この向かって、この向かって右側、向かって右側、向かって右側、ちょっと向かって右側のここ足をこの上げたここ、あ、ね、ここ、わかりました。なるほどね。皆さんどうでしたか。一瞬見えるんですか、ね。はい。ちょっと上の方も。見させていただいて、とてもいい出来ですね、はい、素晴らしいな、はい、花嫁と来ましたね。今まで露出をほとんどしてなかったマリアさんが大胆に足を出される、うん、今なんか今の見ましたか皆さん。ジーザスクライスト、はい、とてもね、美しい。さすが私の嫁である。さあ行きますよ。はい、今度は女神ですね。これね、イラストと比べて 3D モデルになると顔が可愛いなんですね。そうなるね。シルメリアさん可愛らしい、とても可愛らしい。しかもこの硬そうなね甲冑みたいなのを着てる風に見えるじゃないですか、うん、よく見てください、動いてるんですね。そうなんです。皆さん気づいてましたか。これまあ結構初期なんでね、持ってない方もしかしたらいるかもしれないんでね、うん、柔らかい素材でいらっしゃる、ね、こういう横から見るとかっこいい、すごく凛々しい、うん、かっこいい。でも露出はもうそんなにしてらっしゃらない、そう、もう女神様ですからね。じゃあ次行きましょう。最高。はい、こちらはね先ほど見せたソフィアの、うん、正式衣装ですね。そうね、はい、通称 JK ちゃん、はい、やっぱりこの衣装どこを突出するかというとやっぱりこちらです。そうです、このおみ足です。おみ足、やっぱりぽっちゃり感がね、ね、よろしいですよね。シュッとしてるんですけどね、ちょっとぽっちゃり、あ、うん、もうちょっとじゃあ次行きましょう。早いな。こちらは戦士のフィアですね。ふんどしかな。違いますよ。違いますか。まあ初期なんでね、あんまり動きがない、ね。ただ肩甲骨ですね。そうですね。はい、ちょっと筋肉がね、この向かって、あの左足ですか。そうですね。裏側とかちょっと筋が見えてるのが綺麗な。とてもいい脚線見しますね。うん、はい、こちらは初期レナですね。地味にね、前アプデで前髪の長さが変わったりとか、あったんですけど、ちょっと拡大してこう下から、私ね
足の綺麗さはね一番好きかもしれない。めちゃくちゃ綺麗な足してる。はい、こちら安藤さんですね。健康的という意味ではトップクラスですか ね、うん、ね、足なんですかね。足、お足が綺麗でね、はい、軍人なのにそう綺麗で、猫好きっていうね、ちょっと可愛らしい一面も持ってるのでね、ニャーニャーですよ。皆さんよくスタンプ使いますからね、ニャーのスタンプは。ニャーだけで会話できますか、ね、よくやります。これはね、我々が一番最初にとてもお世話になった、うん、そうですね。最初はこのミキティを引くまでリセマロをするという人が結構いたんですよ。そうですね、ミキティといえばね、やっぱりファイブでも真っ白ということで有名ですけど、うん、こちらでも真っ白でした。そうですね。おお、はい、来ましたね。とても美しい。あなたとても好きな顔して、私とても好きです。はい、こう凛とした、そう、私凛としてツーンとしたのが好きですね。正面からでも、今あれですね、ちょっと下に行くと正面からでもまさかのお尻が見えるというね。ナイスプロポーションですよ。多分プロポーション的にはトップクラスじゃないですか。そうですね、これ別に美貌ね、未亡人でもね、そうですね、私気にしませんね、全く関係ないね。私ね、この水着バージョンをね、うん、引いたと思いきや、うん、こっちでしたからね。こっちでしたね。びっくりしました、ね、はい。ただ美しい。いや、素晴らしいな、はい、うん、はい。こちらもね、先ほどお見せした、はい、常夏のレイミの正式衣装版ですね。はい。SRF の衣装。やっぱりこちらも凛としてらっしゃる。顔はちょっと明るめてないですか。ちょっと恋してますね。うん、私たち。私かな。私たちじゃない。私でしょ。いいじゃねえ。いや、水着、これを想像してください皆さん、うん、このねプロテクトスーツみたいなのを着てるじゃないですか、うん、でもその内側これを剥げば、うん、先ほどのブルルンとしたのがこの下に控えてらっしゃる、うん、大きかったですよね、うん、そう考えると私はもう興奮して寝れないですね、うん、さあ荒れる間に次行きましょうはい、こちらはねイベントのネルさんですね。ヒーラーと、はい、ただこれも非常にいい、お尻が紫、非常によろしい。この脇のあたりのね、この脇のところちょっといいですか、ね、そうですね、ここですね。ネルさんといえばなんかやっぱ私脇と思うんですよね、うん、確かにウェディングの時でもねありましたからね。ああございましたね、うん、非常に可愛い。まあちょっとくの一っぽいですよね。そうですね、はい、やっぱりヒーラーになれと。はい、さあ皆さん動画閉じないでください。そうですよ、まだ続きますよ。まだまだですね、はい、半分いってないですはい、はい、アウチンですね。アウチン、はい、通称。これはあれ原作でも元はこの衣装なんですけど、うん、衣装チェンジができるんですよ、うん、で衣装、この衣装だと、うん、いかんせん見えないと、うん、なのでまあウンダリのために衣装を着せ替えて、うん、ちょっとスカートを短くする。なるほどね、やっぱりあの原作でもボンボン飛び跳ねます、うん、まあロマンですよね。ロマンです、ね、はい、素晴らしい。ただこの青チンが出た時からこの辺のその待機モデル、はいはい、3D モデリングでもこう動くように。そうですね、うん、この顔もでもね、シューターでは今、いや、未だに最強クラス。そうですね、全然使われてますからね、はい、そうしよう、はい、はい、こちらが正式というかスタンダードなネルさんですね、うん、さっきと打って変わって、まあ、黒だとやっぱりイメージが変わりますね。ね、シュッとシュッとしまった。はい。これもね、このレベル1でね、はい、初絶叫をね、初絶叫何回やったか。20回ぐらいやったんじゃないですか。相当やりましたよ、うん。ただやっぱね、当面の間、このネルさんの毒がね、ずっと活躍してましたからね。うん、そうですね、はい。最近ちょっとね、制限されてますけど、うん、ちょっと横からですかね、ネルさんは。うん、さあ次行きましょう。はい、こちらイリアさんですね。クロードの母親です。ママ、はい、お母さんにしては非常に腰から下が、うん、とても、これでも確か スーファミバージョンかな、うん、PSP でちょっとまだ違うんで、衣装が違う、ね、そう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 、ただこれで蹴られたらたまったもんじゃないですかね。
たま、嬉しいってことですね。たまんないですよ、うん、中にいるでしょ、絶対いるでしょうね、うん、はい、身長差が一気にね、5分の3ぐらいなんですか。どうですか、私に聞いてますか、うん、このね、やっぱりこの子供っていうとやっぱりこの頭身の低さ、うん、で頭がすごい大きく見えちゃうじゃないですか、うんうんうん、それがねやっぱりね愛らしく見える、うん、こっち喋らすと危険だから、はい、こちらサラさんですね、うん、彼女の、魅力と言いますとやはりどこなんでしょうね、肩ですかね、この笑顔じゃないですか。そうなんですか、うん、私あんまり今まであんまり見たことなかった極端だな。じゃあ次行きましょう、はい、はい、懐かしいですね、クレアさんですね、最初ずっと私これでしたからね。そうですね、まあ、棟梁ですからね、うん、そっいやちょっとケチいやっぱ太ももそうね、やっぱこういう感じの見え具合がやっぱり、でもこう見るとやっぱりあれですね、あのネルさんと同じで結構しっかりしてらっしゃる足が、うんうん、なるほどね、大きいですね、特大こんなでかい女はいないですよ、暑いですよ皆さん気をつけてください、気をつけてくださいねあなたなんてものは結構恨みがあるんじゃないですか。そうですね、私ちょっと猫に襲われましたからね、うん、昔ね、トラウマです、トラウマで、はい、レナさんですね、ちょっとこの切ない感じがね、やっぱりこっちの 3D モデルになるとちょっと可愛らしくなる、うん、そうですね、基本的な衣装とかはね、うん、シルメリアさんと一緒なんですけど、うん、っていうことは彼女もこの硬そうな甲冑がどうなるんですかね、動きます、恥ずかしがってね、腕を前から、うん、あらららら、話にならない、なんて可愛いんでしょう、こちらの方がでもやはり少し神々しいというか、そうね、はい、こちらね、うん、実は先日ガチャを取ったけども、うん、ゲームデータが破損したっていうことで、そうですね動画を出さなかったって、オフラになってしまったここでお披露目とちゃんと木曜日に撮影したんですよ、そうちゃんとしたんですよ先週、うん、ただ一貫性ゲームデータが壊れて、はい、おちゃんと残念、はい、なので今ここで発表です、まあ、ツイッターの方では上げましたけど、そうです、はい、まあ、こういうタイツが破れてるところがこうなんかちょっとドジっていうところ、ね、ドジっぽじゃん、ね、ちょっとズームいいですか、はい、マリアさんなんですけどちょっと私言いたいことがあるんですけど、うん、この正面から見ると、うん、結構きつめな顔してるじゃないですか、うん、ちょっと横のこの辺から見ると、うん、すごくね儚い表情に見えるんです、うん、発光の美少女みたいな、うん、わかります、うん、言ってること、うん、でこの反対から見るとこの目はちょっとねこの基本的に向かって右を向いてるじゃないですか、うん、なのでちょっとこの向いてる方向からあーこれ、うん、私ねこの表情がね、うん、すごく好きなんですね、うん、わかります、よくわかりませんか、話して、はい、さ、花嫁ネルさんですね、3人目ですね、はい、ネルさん、こちらもとても可愛らしい、衣装がねいかんせんねフリフリで可愛い、うん、こういうの着たいんですかね、いや本当はね可愛いのに興味ある、うん、ちょっと照れてね、うん、これね困り前、あ、ちょっと 今 この姿勢ちょっとやばいんじゃないですか、今自ら寄せてませんでした、うん、見てくれんとばかりに、この下への流し目が、そしてねやっぱこの背中がね、うん、とても綺麗でね、美しいね、うん、やっぱ背中が綺麗な女性っていいですね、さあこちら先ほど見せたリムルのゲームの衣装だ、やっぱり頭身が低いと、うん、ただこの子はねやっぱ物語でやっぱ重要なね、うん、役割を持ってるんでね、はいはい、とてもね、しかもやっぱ喋ると可愛いんだよね、可愛いですね、そう、でもその背負ったものにのその儚さみたいなのはあんまり見せない、うん、うん、ね、強いですよ、そうで、フェイズに対してはツンツンでね、ツンデレ、うん、チューしましたからね、フェイズ君、そうね、チューされたい、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 お願い、さあ、さあ、まあ、このゲームのヒロインですね、イブリッシュですね、ガシャマチン、はい、え、
さあどこから見させていただけば。やっぱ表情はとても可愛らしい。目がねすごく特徴的ね。本当だ、うん、赤いも入ってるね。目がね綺麗綺麗ですね。そしてね特徴的なのはね、うん、お乳が柔らかい。もう今縦横無尽に動いてんだよ。めちゃくちゃ柔らかい、うん、確かにめっちゃ柔らかかったんですよ。宇宙の神秘を感じますね。さあ、うん、このイブリッシュの花嫁バージョンですね。こちらも非常に可愛らしい。顔がやっぱりね、うん、目がやっぱ綺麗かな、うん、あら、おい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 、すげえな。どれぐらいなんですかね。皆さん癒されてますか、はい、癒されたと思った人はちゃんとコメントしてください。ぜひ誰が好きかっていうね、そのキャラというかこのモデリング、うん、誰のどこが好きとかでいいんですよ、うん、そうね。最後はブルネイさんです。フィオラさんです。とても美しい。よくこのチェックマークが通ったなと。おお、これちょっとじっくり見させていただきましょう。こう口元だけ落としてね。これ動くとね、うん、バインバインですよ。よく通りましたね。ちょっとこれあのお尻のあたりなんかもちょっといいですか。このフィオレさんがどうしてこんなにハレンチなんかを着てるのかと、うん、この偉大なる紋章術師は、うん、この紋章がをこの大きいのを彫ってるから、うん、これを露出させることでこう周りにこう私はすごいんだぞっていうのを見せるっていう意味でもあるっていうことを言ってましたね、うん、とても素晴らしい。私今一番使ってるキャラですからね。一番使ってる、うん、私持ってないですからね。じゃあここからは私が持ってないキャラクターを紹介していただきましょう。はい、はい、ミリーちゃんでございます、はい、彼女はやっぱりねこのつるっとしたこの太ももが私は好きですね、うん、まあ大体基本的にみんな太ももなんですけどね、うん、でもね私ね顔がすごい好みなんですよ。ああそうなの。私ね割とね顔誰好きですかって言われたらね、うん、ランキングトップ5に入りますね。へえ、それは意外。この高めポニーテール私ね髪型の中でダントツ好きなんですよ。あ、わかるわ。皆さんも高めちょっとこれ太いですけどね、うん、皆さんはどうですか。どのポニーテールが好きですか。ぜひね教えていただきたいけどね、うん、私は高めポニーテール。メリック、あれ持ってたんですね。持ってます、うん、地味にね、うん、彼女ね、うん、意外とね太ももがですね、なんていうんですかね、ちょっと昔太ってたのかなっていうが痩せたのかなっていう感じの太ももしてあるんですけど、なんとなくわかります？わかりませんよね。わかんないです皆さんね、いかんせん、ね、この辺見がちですけど、うんうんうん、私太もも結構特徴的だなと思うんですよね、うんうんうん、赤チン、はい、赤のリンベルさん。で持ってないんだよな。あー、これ私にですよ今の。え、今のかわいいな。かわいい、これ異次元級ですね。あー、これ私です私うっせえなうっせえな、チッチュすんじゃねえ。かわいいな。もうこれはもう本当に顔ですかね最低最低あなた。最後は私しか持っていない娘、うん、リリアタソ。もう彼女なんていうものはもう露出してるところが一切ないですからね、うん、だからそういうのじゃないんですよね、うん、この布感わかります、うんうん、このねこの優しい柔らかい布素材で、うん、彼女結構多分ね肌があんまり強くないと思うんですね、うん、ちゃんとこう包み込んでくれてる優しさみたいなのがね、うん、私シャボン玉石鹸みたいな感じなんですかね、うん、そういう優しい無添加の、うん、まあ、彼女も無添加じゃないですか、うん、わかります、うん、今の一瞬の表情わかります。この前髪が前の方に斜めにちょっとふってかかる、うん、私の顔を今見てください、うん、もう前髪がこうなる、わかります、うん、でもうあと10個ぐらいちょっと言いたいとこあるんですけどこの腕 の, この袖のこの、うん、
間から見えるこの腕、二の腕にの境目、聞いてます？うん、聞いて聞いてる。この腕の境目のこの見える、この今の角度、うん、この細さがやっぱりね、彼女ね、年齢で言うと中学生ぐらいなんですよ。そうね。ただ、うん、にしてはやっぱり幼いと、うん、ただその幼さを残しつつも本人は子供扱いしてほしくないと思うんですけど、やっぱりね、腕っていうのはね、幼さが出ちゃうんですよね。まあ、私娘なんであんまりそういう目線では見てないんですけど、うん、最近ちょっとね、あの家に帰ってきた時に、うん、お胸が出てきたのをちょっとね気にしてる感じがございますね。うん、まあ、ちょっとだけ、まあまあ成長期なんでね。皆様、他の動画もございますので、ぜひよろしくお願いいたします。彼の言葉はもう聞かないで結構です。それでは今回これで終了となります。さよなら。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。